ロバート・マクナマラ、ロバート・ストレンジ・マクナマラ、1916年6月9日から2009年7月6日は、アメリカの実業家、政治家。1961年から1968年まで、ジョン・カイ・ケネディ、リンドン・ジョンソン大統領の下で、アメリカ合衆国国防長官を務めた。1968年から1981年まで、世界銀行総裁。 サンフランシスコに生まれる。父は靴の卸会社の販売マネージャーだった。カリフォルニア大学バークレー校で経済学を専攻し1937年に卒業した。副専攻として数学と哲学も学んでいる。卒業後に1939年にハーバード大学のビジネススクールで MBA を取得した。 サンフランシスコのプライスウォーターハウス社で会計士として働いたが1940年8月にハーバード大学へ戻りビジネススクールで教弁を取るようになった。大学では企業経営に用いるアナリティカルアプローチを陸軍航空隊将校に教えていた。第二次世界大戦が勃発した後1943年にアメリカ陸軍航空軍へ入隊し 統計管理局で戦略爆撃の解析及び立案の仕事に従事した。1945年にヨーロッパにおけるドイツの敗北が決定的になると陸軍航空軍はヨーロッパ戦線で余っていたボーイング B-17 を極東に転用し日本への戦略爆撃に使用しようとした。チャールズ B ・ソーントンを指揮官とするマクナマラら統計管理局の若手将校たちは 統計学を用いて徹底的に分析し、B-17 を廃棄して、新型の大型爆撃機、ボーイング B-29 を大量生産し対日戦に入りする方が、コスト面で効率的であると主張した。彼らの意見は採用され、B-29 を1944年末から開始された対日戦略爆撃に大量投入することで、大きな戦果を上げることとなった。 しかし、東京大空襲をはじめとする日本の諸都市への一連の無差別爆撃に対する倫理性については、上官であるカーチする名に抗議しており、後の映画などのインタビューでも、後悔の念を語っている。3年間の軍役の後に中佐として1946年に除隊した。第二次世界大戦線後、ソントンは統計管理局で共に働いた優秀な、 若手将校たちをまとめてビジネス界に売り込もうと考えた。ソーントンは当時ゼネラルモーターズに対してフリーな立場に立たされていたフォードモーターへチームを売り込み、マクナマラらは最高経営幹部候補生として採用された。あとに、ウィズキッズ、ウィズキッズ、振動として知られるようになる彼らは、当時としては高学歴であった大学卒が経営陣にわずか10%しかおらず、 非効率がまかり通っていたフォードを大胆なリストラと、不採算工場の閉鎖でコストを大幅に削減して、効率性を高め、ヘンリー・フォード時代からの伝統に縛られた、経営悪化に苦しむフォードを一致させ、利益を拡大させた。フォード時代の1950年代には、エドセル投入という歴史に残る大失敗に関与したものの、その後は、フォードの小型車、第1号である。 の投入を成功に導いた。これをもとに1960年11月9日、マクナマラはフォードモーターの社長に就任した。フォード一族以外の者が社長に就任するのはマクナマラが初めてだった。当時の部下にはその後フォード社の社長とクライスラー社の会長を務めるリーアイア国家がいる。1960年の大統領選挙に勝利したジョンカイ・ケネリは 前任のアイゼンハワーより国防政策の能力に欠けているとされていた。ケネリはエスタブリッシュメントの重鎮であるロバート・ロベットに主要閣僚への就任を要請した。ロベットは健康状態を理由にこれを辞退しマクナマラを国防長官に推薦した。ケネリは規定のサージェントシュライバーを介して社長就任から5週間しか経過していないマクナマラとコンタクトを取った。 当初マクナマラは自分は第二次世界大戦後の軍事事情に詳しくないので国防長官は務まらないと要請を断ったがケネディは大統領になるための学校だってない。けれどもアイゼンハワー大統領と会ったら自分にもできると自信を持ってたと答え、マクナマラはワシントンの社交界に出入りしなくて良いこと、自分の部下は自分で選ぶことを条件として 国防監修人を受諾した。マクナマラは国防に関する最新知識をあまり持ち合わせていなかったが、すぐにそれらの勉強を始め、自身の役割を把握し積極的な活動を始めた。1961年3月28日に行われたケネリ大統領の議会への最初の一般教書演説において、マクナマラは国防政策の改革を盛り込むように提案した。 そのコッシは十分な戦略兵器を配備することでアメリカ及び同盟国への核攻撃を思いとどまらせ、先制攻撃も辞さないとした。ケネリはそれを拒否し、米軍は文民党成下に常に置かれるべきで、国防体制は不合理な戦争や偶発的戦争の勃発の危険性を減らす方向で行かなければならないと考えていた。 1962年10月に起きたキューバ危機において、マクナマラは、ジョン・マコーン CIA 長官、マックスウェル・テイラー統合参謀本部議長ら、強硬派と共に、キューバへの先制攻撃、キューバ内のミサイル地の破壊、キューバへの空襲、それに伴うキューバへの上陸の実施を唱えていた。一方で、キューバ周辺の公海上の封鎖とキューバに向かう、ソ連戦の海上査察を提案した。 あとに、海上査察という言葉は、ソ連との戦闘状態に突入していなかったので、海上臨権に置き換えられたこれは、ケネディ大統領の承認を受けた。これは10月24日に実行に移され、ソ連戦との戦闘状態を起こすことなく、海上封鎖と臨権に成功した。また彼以上に強行論を唱えるカーチスルメ名、空軍参謀総長、 海軍作戦部長らを抑えることにも尽力した。ケネディ政権は共産陣営の民族解放戦争に対して正面からの戦争は避けつつも政権転覆やゲリラ戦術に訴えて対抗していくことを前面に押し出した。1962年の年次報告でマクナマラは軍事面の強化では狙撃、待ち伏せ、強襲の戦闘力強化、政治面では 恐怖感、強奪、暗殺と述べた。実際にアメリカ軍にこれらの訓練を積んだ特殊部隊を増強し、当時混迷を増していた南ベトナムには軍事顧問団と称するアメリカ軍の部隊の増強を続けた。また、の1961年から通常兵力の増強も行い、1961年に280万8000人だった兵力を 自任時の1968年には355万人までに増やしているなど、ベトナム戦争の拡大に一役を買った。彼の核政策の要は、いかにナト o を核の脅威から守るかであった。マクナマラの目的は、西側のアメリカ同盟国への核攻撃がアメリカからソ連への報復攻撃につながることをモスクワに確信させるとにあり、 ソビエトが都市への核攻撃をできないようにする施策を望んでいた。彼はアナーバーでのスピーチで大規模な攻撃が行われてもすぐに報復可能な核備蓄を行うべきであると述べた。彼はこの戦略を実現するため兵器と補給システムの革新と拡張を促進した。また、1966年までに当時旧型のタイタンアイやア,アトラスミサイルを廃止し、 後継の大陸間弾道ミサイルミニットマと潜水艦発射弾道ミサイルポラリスの配備を加速した。マクナマラ在任中54機のタイタンイート1000機のミニットマンを陸上配備し、また41隻の原子力潜水艦に656機のポラリス配備を打った。彼はアイゼンハワー政権の核戦略を転換させた。全政権は大量核報復戦略を当然とする。 アーサー・ラドフォード海軍大将やカーチスルメ空軍大将などが動かしていた。それに密かに反対していたマックスウェル・ディ・テラーリー空軍大将を統合参謀本部議長にしてより穏健な立場に立ち軍部を掌握した聡明な文官としての地位を確立した。民主党勝利の大きな理由であったミサイルギャップ、ミサイルで米国はソ連に負けているという説は 存在しないと国防長官就任直後に発言し物議を醸したように彼は単純な核兵器拡張論者ではない。当時前線司令官に一部任されていた核使用権限を大統領に集中し、文官側によるより柔軟で広範な判断をできる仕組みを作り上げた。国防省に国防情報局を設置し、三軍の情報を集中し、 国防長官に情報が集まるようにした。また、国際安全保障局で文官側の判断が独自にできるようにし、システム分析局で情勢や装備の文官側の判断ができるようにした。ヨーロッパ諸国の国防省に文官組織を作り軍部が独走しないようにした。マクナマラはシステム分析の手法を広く導入した。システム分析導入の顕著な例は、 PPBS 公用計算予算運用法である。国防省の監査役のチャーリーズ、j ヒッチとマクナマラは国防に必要な要素を統計的に分析し、長期的かつ計画された国防予算の立案を行った。PPBS はマクナマラの管理手法の中心に据えられた。PPBS の基本的な考え方は防衛システムの課題を国家としての必要性と、 妥当性から解決案を分析する軍事面の必要性とコストの分析を行う政策決定に分析スタッフを積極的に活用する軍事力とコストの両面からの軍備計画立案データ及び分析結果を公開するなどである。マクナマラは費用対効果の面で B-52 爆撃機の後継機として開発中であった。 XB-70 の開発を中止した。彼は、費用、効果、速度の面で、有人爆撃機は、弾道ミサイルに及ばないと結論づけていた。有人爆撃機は、操縦士のその場の判断による、臨機応変の行動、柔軟な行動が可能という、ミサイルにはない利点を持っており、マクナマラの意見は、一般論としては、全面的に正解とは言えない。ただし、 XB-70 に限って言えば、あらかじめプログラムされた飛行コースしか飛べない。この機体は、有人爆撃機の弾道ミサイルに対する唯一の利点である柔軟性に欠けており、開発中止は正解であったと言える。同様に、マクナマラは、空中発射弾道ミサイルスカイボルト計画を1962年末に中止した。マクナマラは、スカイボルトが、費用の割に、 十分な精度を持たず、しかも開発は遅延するだろうと判断していた。さらにマクナマラは、空軍の TFX 計画と海軍の FATF、フリートエアーディフェンスファイター計画を強引に一つの計画に統合してしまった。TFX 計画は、空軍の次期主力戦闘爆撃機、FATF 計画は、海軍の艦隊防空戦闘機の開発計画であり、空軍海軍両者とも、 要求仕様が全く異なるとして反対したのであるが、マクナマラは強引に計画を進めた。その結果完成したス -111 は航空母艦での使用が不可能な大型機となってしまい、結局空軍機としてしか採用できず、無残な失敗となって終わった。その後改めて開発されたス -14、戦闘機は専用の機体として開発されたことで、 海 -111 よりも小型軽量化されている。前線を知らず、機上だけでの効率化を推し進めた、マクナマラの失敗の一例である。海 -111 は、戦闘爆撃機を名乗りながらも、戦闘機としては、使用不可能な大型機となってしまい、純然たる爆撃機としてしか使用できなかった。そのため海軍機としてのみならず、空軍機としても当初の開発目的を、 達成できなかった。したがってこの機体の開発失敗は、元来の空軍の戦闘爆撃機としての要求仕様にも問題があり、マクナマラだけに失敗の責任を求めることはできない。また、F-111 は、実際には空母への離着艦に成功しており、実際には海軍の小型軽量化の要求が過剰であったと言える。軍機と任せにすると、 コスト意識が希薄になったり、アフォーダビリティ関連の欠落により、必要数が揃わなくなりがちな軍事組織において、すでに膨張し始めていた、戦闘機の開発費用と調達コストを、空、海軍共同開発によって、削減、抑制しようとしたコンセプトは、決して間違っていたとは言えない。もともと海軍の艦上機として、設計開発された海マイナス4ファントム2を、 空軍にも海 -105 サンダーチーフの大大機として採用させたことは逆に結果として大成功となっている。そして現在に至るも海 -35 ライトニング E の共同開発などに受け継がれている。マクナマラのスタッフは兵器開発及び他の国防予算問題での分析や意思決定支援を行った。スタッフは アメリカには国防に必要な予算を回す余力はあるが、その余力を国防費に無駄に費やすことは許さない。費用対効果を厳密に分析する必要があると信じていた。マクナマラはこれを受けて予算削減案を提出。1961年の就任からの5年間で140億ドルの削減に成功したと報告している。国防予算削減は、 議会からの激しい批判を受けるも、マクナマラは、さらに不要な軍事基地の閉鎖を断行した。そのような予算削減にもかかわらず、マクナマラの任期中、国防費は、ベトナム戦争のため増加した。1962年の国防費は495億ドルであったが、辞任する1968年には749億ドルまで増大した。マクナマラは、 ケネディ政権、ジョンソン政権下で発生した国家安全保障上の重大な危機で大きな役割を果たした。一つは、1961年4月に亡命キューバ人が死亡したピックスワン事件である。マクナマラの視点で成功したと思われるのは、1962年のキューバミサイル危機である。また、1965年4月のドミニカ共和国で、 起きた革命への介入も、マクナマラの考えていたアメリカ軍の機動性の証明になったと言われている。ケネディ政権下で介入が始まったベトナム戦争は、度重なる政策決定のミスによって、アメリカ社会を大きく傷つけることになり、マクナマラの評価にも大きな影を落とした。アメリカのトルーマンとアイゼンハワー政権は、1954年に、 フランスがベトナムから撤退して以降資金援助と軍事指導を通して南ベトナム政権を支援してきたがその規模は限定的なものだった。ケネディ政権期にマクナマラは南ベトナムに派遣する軍事顧問団の規模を100人から約1万7000人に増加させた。これにより実質的な軍事介入が開始された。さらにマクナマラはケネディの命を受けて 南ベトナム政府軍を視察した。マクナマラは、南ベトナムの勝利は可能であると結論付け、南ベトナムに対する軍事援助を拡大させ、事実上のアメリカ軍の正規軍の本格派兵に拡大させた。さらに南ベトナムの政治改革に反対する、ゴディン・ジェム政権と対立したケネリ大統領の命を受け、軍事顧問団の人員を1000人減らし、1965年までに、 軍事顧問団を南ベトナムから完全撤退させるというグラフの発表をして、ゴディンジェム政権を揺さぶりをかけた。しかしゴディンジェム大統領は1963年10月にクーデターで殺害され、ケネディ大統領も同年11月にダラスで暗殺された。大統領職を引き継いだ、ジョンソン政権下で発生したトンキンワン事件により、アメリカの介入はさらにエスカレートした。 国防長官として留任したマクナマラは新たに北ベトナムの海軍施設への報復爆を支持し議会はジョンソン大統領に対して北ベトナムに対する攻撃を承認した1965年にジョンソン政権はアメリカ兵が死傷した南ベトナムのアメリカ軍基地に対する南ベトナム解放民族戦線のゲリラ攻撃を北ベトナム軍の責任であるとして 北爆を開始した。また大規模な部隊を南ベトナムに展開させ、マクナマラの指示のもと1967年末までに48万5000人が、1968年6月までには53万5000人が投入された。しかし、アメリカの大規模介入によっても戦況は一向に改善せず、泥沼化した。マクナマラは、 ケネディ政権におけるベトナムへの軍事介入開始から、ジョンソン政権における介入の本格化までの政策を一貫して推し進めたが、戦争の勝利が可能であるのか、懐疑的になり始め。マクナマラは自ら戦争の状況を確認するために、何度もベトナムに足を運んだ。その結果、軍部が際限なく要求する、部隊造派の承認に対して、次第に消極的になっていった。 1967年の11月初旬に、マクナマラは、北幕の停止と、ベトナム戦争への介入の段階的な縮小を提案したが、ジョンソン大統領に拒絶された。1968年11月29日に、マクナマラの G と世界銀行総裁への就任が発表された。辞職に際して、マクナマラには、大統領自由勲章が授与された。後年になり、 著書において、ベトナム戦争は、北ベトナムの南部への侵略戦争ではなく、南ベトナム民衆による反乱、内戦であり、北ベトナム軍とその南の同盟者、解放戦線による人民戦争を出たとコメントしている。1972年に出版されたデイビッド・ハルバースタムのベストアンドブライテストでは、ベトナム戦争におけるマクナマラの役割が詳細に描かれている。 2003年に公開された映画、フォック・オブ・ウォーマク・ナマラ元米国防長官の告白では、長時間のインタビューに応じ、ベトナム戦争の解雇と、自己批判、自己弁護、ケネリの弁護とジョンソンの批判を行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。